アイスカストは主婦 ORG ファンデーションが運営するストリーミングプロジェクトであり、その成果はフリーソフトウェアとしてリリースされている。特にプロジェクトの一部であるサーバープログラムを指すことがある。アイスカストは1998年12月から1999年1月にかけてジャックモフットとバレスロガブンが誰でも修正、利用。 改変可能なオープンソースの音声、ストリーミングサーバーとして開発したのが最初である。バージョン2の開発は2001年に始まり、各種フォーマットをサポートし、スケーラビリティを向上させるため完全に書き直された。アイスカストサーバーは、ストリーミングコンテンツとして、HTTP 上のボービス、オーパス、ティーラ、ウェブエムや、シュートカーストが使うプロトコル上の MP3、AAC、 シュートカーストプロトコル上の NSV を扱う。ストリーム源である外部プログラムをソースクライアントと呼び、アイスカストプロジェクトでは、アイセスの名称でソースクライアントプログラムも開発している。ソースクライアントとアイスカストサーバーは通常別の場所で動作する。ナルソフト製のプロプライエタリなメディアサーバシュートカーストと似たような機能を持つ。ありがとうございます。